美しきパスサッカー。かつてワールドカップ優勝とユーロ連覇という前人未到の偉業を成し遂げたあのチームをあなたは覚えていますか？スペイン代表、シャービ、イニエスタ、ダビド・ビジャラ、魅力的なタレントを抱えながら当時のサッカー界を文字通り席巻したスペイン代表のサッカーは日本のサッカーファンの目を釘付けにしましたよね。体格的に優れた特徴を持たない私たち日本人にとって足元の技術で強豪国をなぎ倒すスペインのサッカーはある意味一つの理想像として羨望の眼差しで捉えられ、多くのクラブでお手本とされてきました。そのため今回はスペインサッカー黄金時代の奇跡を振り返りながら、その隆盛と衰退、現代サッカーにもつながる重要なエッセンスを覗いていきましょう。苦難の時代から順番に語っていきますので、ご一緒にどうぞ。情熱の国を彷彿とさせるシンクのユニフォームから、スペイン語で赤色の意味を持つラロハの愛称を持つスペイン代表ですが、まずはその歴史を簡単に振り返ってみたいと思います。スペイン代表の創設は1920年、ベルギーで行われたアントワープオリンピックの出場を目指したことが始まりとされ、残念ながらこの大会でスペインは2回戦で敗れることになります。ところが決勝のベルギー対チェコスロバキア戦で判定に抗議したチェコスロバキアが試合途中にピッチから去ったことで、チェコスロバキアチームは大会結果から除外される異例の事態に。このため2回戦で敗退した4カ国と準決勝で敗れた2カ国の間で順位決定戦が行われ、これを勝ち抜いたスペインが銀メダルを獲得。初の国際大会で結果を残しますが、その後は1930年代のスペイン内戦や40年代の第二次世界大戦もあって、代表活動自体がままならない暗黒の時代を経験します。戦後1950年に行われたブラジルワールドカップの本大会出場を果たすと、グループリーグを突破して決勝トーナメントに進出。この大会はグループリーグで首位となった4カ国が決勝リーグで優勝を争う特殊方式で行われ、スペインはこれを最下位で終え4位となるのですが、以降は国際大会でこの順位を60年間もの間超えられず、時間だけが過ぎていくのでした。1964年には自国開催となった欧州ネーションズカップで初優勝を飾り、強豪国の仲間入りを果たすと思われましたが、その後も20年近く目立った実績を収められず、本来なら国の威信をかけて結果を残さなければいけないはずだった自国開催の1982スペインワールドカップでも2次グループリーグを最下位であえなく敗退。欧州大陸で開かれたワールドカップで開催国が決勝トーナメントに進出できなかった史上初の代表チームという不名誉な記録を余儀なくされたのでした。その後のスペイン代表は92年のバルセロナオリンピックで金メダルを獲得するものの、代表としての進化が問われるワールドカップやユーロは毎回のようにベスト8、ベスト16止まりを繰り返していたため、永遠の優勝候補と揶揄される苦難の時代が続くのですが、こうした結果が続いたせいか、サッカーを愛するはずのスペイン人も他の欧州の国民と比べ、どこか代表に対する熱量が少ない印象を持たれていました。他国にも引けを取らない名選手を輩出しながら、なぜスペイン代表はこれほど勝てず人気もなかったのか。後の黄金期を目の当たりにしてきた今でこそ、日本のサッカーファンやメディアから無敵艦隊と呼ばれるなど強豪のイメージが強いスペイン代表ですが、スペインにはレアルマドリードやバルセロナといった世界有数のクラブを擁する国内リーグが存在するため、選手はもちろん現地のサッカーファンは地元クラブに情熱を注ぐ機運が高く、代表の人気は決して高くなかったと言われていました。そんなラロハは2000年代に入っても同様の戦績でしたが、ユーロ2004の敗退で辞任したイニャキ・サエスに代わり、65歳で新指揮官となった老将ルイス・アラゴネスが後の上昇軍団となるスペイン代表の礎を作ることになっていきます。アラゴネスは現役時代にアトレティコ・マドリードやレアル・ベティスでフォワードとして活躍し、指揮官としても30年でラリーガの8つのクラブで采配を振るった名将で、プリメーラで最多記録の757試合を指揮した実績の持ち主でした。いわばスペインサッカーを知り尽くした人物として、メディアの間ではリスペクトも込めてルイスといえばアラゴネスのこととされていますが、単独取材には原則応じないことや兄貴抜きせぬ発言も多いため、偏屈な人物と思われがちでした。事実、代表指揮官へ就任後も多くの爆弾発言を行うのですが、クラブシーンで実績を残した彼が初めて代表の指揮官になったため、その采配には多くの注目が集まりました。アラゴネスは2004年の代表指揮官の就任でまず目標に掲げたのが何らかのタイトルを獲得することとしていましたが、いきなり大問題を起こしてしまい非難の矢面に立つことに。ことの発端は2004年10月6日、スペイン代表の合宿中に行われたトレーニングで、招集メンバーのホセ・アントリオ・レジェスを奮起させようと、当時彼が所属していたアーセナルのチームメイトティエリ・アンリについて、あの黒いクソ野郎にお前の方が優れていると言ってやれ、目の前で言ってやるんだ、俺からの言葉だ、いいか、自分を信じるんだ、お前はあの黒いクソ野郎よりも上なんだと発言し、これがテレビカメラに抜かれて騒動が勃発。人種差別問題に敏感なイングランドメディアに取り上げられると、スペイン対イングランドの親善試合会場がマドリードからセビージャへ変更される事態となりました。調査の結果、ウエファから3000ユーロの罰金と、今後同様の言動があればさらに厳しい措置が取られると言い渡されるのですが、現在の欧州サッカー界が人種差別問題に厳しい姿勢で取り組んでいることを考えれば、かなり寛大な処分と
と言えるかもしれませんね。後にアラゴネスは、私の大切な友人は2人とも黒人だ、1人は一緒にプレイしたジョネス、もう1人はエトーだと言えば十分だろうなどと弁解し、差別主義者であることを否定するのですが、この時にはアラゴネスのマジョルカ指揮官時代の教え子でもあるエトー本人が、あれはルイスのやり方なんだ、どの選手にも毎試合ベストを尽くすことを要求し、士気を高めるためにいろいろな手段を使う、それで確かに選手は良くなるんだと擁護しています。人種差別問題は華やかな欧州サッカー界で昔も今も変わらぬ汚点の一つですが、未だに差別的な言動を行う人がいるのも事実ですから、早く改善されていくことを願いたいですよね。そうした指揮官の底不良からスタートしたスペイン代表ですが、アラゴネスにとって試金石となる舞台がやってきます。ドイツワールドカップ、予選で苦戦を強いられたラロハはプレーオフで勝ち上がって本大会出場を決めたため、前評判は高くありませんでしたが、アラゴネスは本大会のメンバーにエースのラウル・ゴンザレスをはじめ、ディフェンダーカルレス・プジョル、ゴールキーパーイケル・カシージャスなど攻守に名選手を揃えると、ベスト8に残れなかったら辞任すると述べ、本大会にかける思いを表します。するとウクライナ、チュニジア、サウジアラビアと同グループで入ったスペインは、初戦のウクライナ戦に4対0で圧勝すると、チュニジア、サウジも下して3連勝の1位でグループリーグを突破。その戦いぶりから鬼門のベスト16、ベスト8の突破が期待されました。そして決勝トーナメント初戦の対戦相手はジネディーヌ時代擁するフランスという好カードとなりましたが、28分の PK をダビド・ビジャが決めてスペインが先制するも、自力で勝ったフランスが3点を挙げて1対3で逆転負け、またしてもベスト16の壁に阻まれてしまいます。ベスト8進出を逃したことで世論の非難はアラゴネスに向けられ、退陣を望む声がヒートアップする中、彼は何を思ったのか、一転して留任の意思を表明すると、ここから後の偉大な結果につながる大改革に着手し始めたのです。アラゴネスの改革の根底には彼なりの考え方があり、アラゴネスはスペインがフィジカルで他国に劣るものの、技術面では世界でトップ5に入ると考えていました。実は彼は2004年の代表指揮官の就任時にも、チーム作りの理想像として目標とすべきあるクラブの名を語っていたのです。バルセロナ。当時のバルサといえばロナウジーニョやシャビ、デコ、そしてトップ昇格したリオネルメッシなど、決して多くない選手が華麗なパスやドリブルでゲームを支配するポゼッションサッカーで注目されていました。そうした経緯も関係したのか、アラゴネスは代表のキーマンにシャビ・エルナンデスを指名。バルサのカンテラ出身で類稀なボールテクニックとサッカー IQ を持つシャビですが、代表では2000年にデビューを果たすものの、以降はレギュラーをつかめず苦しんでいました。しかしアラゴネスがバルサのポゼッションサッカーを理想としたのであれば、そのクラブで活躍するシャビに白羽の矢を立てたのは当然のことで、代表での実績が少ない彼を柱に据えることはアラゴネスにとっても覚悟を決めた起用だったのかもしれません。その証拠に、人付き合いが苦手な変わり者とされたアラゴネスでも、シャビとのコミュニケーションに関しては良好だったようで、ピッチで指揮をするのは君だ、批判があれば私が受けると語って、シャビに全権を委ねるほど絶大な信頼を寄せていたのです。こうしてバルセロナのようなショートパス主体でボールを極力保持し、選手の連動性を重視したスタイルを推し進めたアラゴネスは、ポゼッションサッカーを実現できる選手を次々に招集。特にミッドフィルダーはシャビをはじめ、アンドレス・イニエスタやダビード・シルバ、サンティ・カソルラ、セスク・ファブレガスらが招集され、常に相手を凌駕するポゼッションで決定機を作るスタイルを確立させていきます。それはオフ・ザ・ボールの動き出しで複数のパスコースを確保し、テンポよくショートパスを回すことにより、ポジションチェンジを含む周りのサポートでボールホルダーに複数の選択肢を作り出し、ボールポゼッションを高めてチーム全体で攻撃するという連動性の高いものでした。そしてテンポの良いパス回しを時計の針が進むチクタクになぞらえ、コメンテーターのアンドレス・モンテスがティキタカと表現したこの戦術こそ、後にスペインサッカーの代名詞として世界のサッカー界をも席巻することになるのです。こうしてラロハは次の大きな国際舞台ユーロ2008の欧州予選に臨むのですが、序盤は苦戦を強いられ、2006年9月6日に行われた北アイルランド戦に2対3で敗戦すると、指揮官アラゴネスはある中心選手を代表招集外にして、またも物議を醸します。ラウール・ゴンザレス。トップチームデビュー以来マドリー一筋のバンディエラはリーグ得点王や 0-1-0-2 シーズンのビッグイヤー獲得、3年連続 UEFA 年間最優秀フォワード賞の受賞など、スペインの象徴的な選手で、代表でも102試合44ゴールを挙げるエースとして君臨していました。そんな彼を代表から外したため、国民やマスコミを巻き込んだ騒動に発展したのです。実のところラウールはスピードが落ちたことや、所属するマドリーでも調子が悪かったという明確な理由がアラゴネスにはあったものの、国内ではそれすら認められない空気感の中、メディアからは当然のように質問が繰り返されました。するとうんざりしたアラゴネスは、ラウールは何度ワールドカップに出場した、3回ユーロには2回、ではラウールは何度ワールドカップをものにしている、ん、ゼロだ、私はラウールをよく知っている、でも彼を呼ばないのは彼が一番ではないからだ、私は選手と友達になるために指揮官になったのではないし、メディアに降参するためでもないと
いい話、この劇薬が功を奏したのか、大幅な方向転換を行ったスペイン代表は序盤の不振を覆して予選を首位通過することに成功します。するとアラゴネスは本大会のメンバーにウィングを招集しないというさらに大胆な行動に出るのでした。この決断はいわばそれまでスペインが得意としていたサイドアタック戦術を捨てたわけですから、ティキタカにかけて一緒に心中しようとしたアラゴネスの覚悟が伺えますよね。こうしてオーストリアとスイスで開かれたユーロ2008本大会ですが、スペインは本大会前の国際試合で16戦無敗と好成績で臨むと、周囲をうならせるセンセーショナルなポゼッションサッカーで躍動します。とりわけシャビ、イニエスタ、ダビド・シルバ、セスクの4人は多彩なパスやポジションチェンジでゴール前までの美しい経路を描いて見るものを圧倒、一人一人のクリエイティブなスタイルからクワトロフゴーネスと呼ばれ、抜群の存在感を放つことになるのです。スペインはグループリーグ初戦でロシアを4対1で圧倒すると、続くスウェーデン、ギリシャも下して3連勝で決勝トーナメントへ進出、確かな優勝候補として一気に注目を集めるのでした。そして決勝トーナメント初戦はイタリアを相手に本大会唯一の苦戦となる0対0から PK 戦で勝ち上がると、準決勝は快進撃を続けてきたロシアに3対0で再び勝利し、決勝では無類の勝負強さを誇るドイツと対戦。ここでアラゴネスは準決勝で使用した 4-4-2 から 4-5-1 のシステムに変更するのですが、ミッドフィルダーはアンカーにマルコス・セナー、右からイニエスタ、シャビ、セスク、ダビド・シルバというクワトロフゴーネスが先発出場。そして怪我のダビド・ビジャに代わってワントップを務めたのがエルニーニョことフェルナンド・トーレスでした。トーレスとアラゴネスは 0-1-0-2 シーズン、アトレティコでわずか17歳のトーレスをアラゴネスが指導した師弟関係にありましたが、当時のアラゴネスは厳しく接し、後にトーレスがアラゴネスは本当に厳しくてひどい目に遭わされた、ベンチに座らされたった一人で練習させられ、その時にはこいつは俺を潰すつもりだ、痛めつけるつもりだって考えたよと語ったほどでしたが、アラゴネスは代表指揮官に就任するとトーレスを辛抱強く招集し指導をし続けました。そしてトーレスは決勝戦直前、選手をあなたと呼ぶアラゴネスと次のようなやり取りを交わしたそうです。ピッチに出る前、アラゴネスに廊下で捕まった僕を壁に押し付け胸ぐらを掴んでこう言ったんだ、私たちの時間だニーニョ、あなたはピッチに立って2ゴールを決めて私たちはチャンピオンになる、彼はそう言って十字を切り僕を解放したんだと、多少尊大な感じは否めませんが、こうした点でも彼が優秀なモチベーターであったことがわかりますよね。試合は33分、ドイツディフェンダーの裏を走り込むトーレスを狙ったシャビの完璧なスルーパスが通ると、1対1となったトーレスは飛び出すゴールキーパーイエース・レーマーの動きを嘲笑うかのように冷静なループシュートを決めてスペインが先制。トーレスは恩師の厳しい指導に時を経て自らの成長で応えたのでした。その後もスペインは一歩も引かず、スペインはシュート13本、ドイツは4本と圧倒的な試合運びを行うと、ついに試合終了のホイッスルがピッチに響き渡り、ラ・ロハは44年ぶりとなるユーロ優勝を果たして歓喜のトロフィーを手にすることになるのです。この栄光に選手たちはどんな批判にも信念を曲げず、選手を守り通したアラゴネスへの感謝の気持ちを胴上げで表しましたが、アラゴネスも選手を称えながら、スペインは世界のモデルになれる、それだけ優れたサッカーを我々はしていると高らかに述べ、事実驚異のパスサッカーでユーロを席巻したスペインはその後の欧州をリードする代表チームとして君臨するのでした。そして大仕事を成し遂げたアラゴネスは2007年11月にユーロ2008以降の契約を延長しないと発表していた通りに代表指揮官を勇退、ルイス残れよというサポーターの手のひら返しに目もくれず、トルコのフェレル・バフチェを指揮するためにスペインを去るのでした。ユーロ2008の優勝を置き土産にアラゴネスが退任すると、7月にはスペインサッカー連盟が早くも後任を発表、2005年以降フリーとなっていたあの名将が指揮を取ることになりました。ビセンテ・デルボスケ。デルボスケは暫定政権を含めるとマドリーの指揮官を6年務めた実績を持ち、中でも9900シーズンからの4年間でビッグイヤー獲得2回、ラリーガ制覇2回などのタイトルを獲得し、その手腕を高く評価されていました。この名将がどんな独自色を打ち出すのか、その答えとして彼は指揮官の就任会見で南アフリカワールドカップに向け、スペインはそのプレーで頂点まで駆け上った、目標はこのスタイルを保つことだと、アラゴネスが確立したプレースタイルの継続を明らかにしたデルボスケでしたが、全選手に平等なチャンスがあることも述べており、ユーロ2008優勝の中心メンバーは残しつつ若手戦力を招集します。この時台頭したのがジェラール・ピケ、セルヒオ・ブスケツ、フェルナンド・ジョレンテで、次世代のラロハを担う逸材として定着していくことになります。そんなデルボスケのスペインも強さを発揮し、代表指揮官の初采配からの連続勝利記録を塗り替える10連勝を達成、ティキタカを武器とした戦いでチームの熟成を図っていくのでした。しかしユーロで主力を務めたセスク、イニエスタ、ダビド・シルバラの負傷離脱が多かったことで、デルボスケは新戦力や新システムの採用にも着手し始めます。そうした試行錯誤の中で2009年に行われた FIFA コンフェデレーションズカップは準決勝でアメリカに敗退し、 FIFA ランキング1位陥落。それでも極端な戦術変更はせず、選手のポジションを微修正することで南アフリカワールドカップに臨んだのでした。スペインは欧州予選
戦を10戦全勝で勝ち上がり、本大会前の国際親善試合でも6対0でポーランドを一周しましたが、手の内を見せすぎたという懸念があり、それはグループリーグ初戦のスイス戦で現実となったのです。文字通りの優勝候補として初めてワールドカップを迎えたスペインでしたが、試合は圧倒的なポゼッションで攻撃を仕掛けるものの、屈強なスイスディフェンス陣の前にゴールを割ることができません。後半もボール支配率で圧倒するスペインでしたが、52分に一瞬の隙を突かれて先制点を献上。するとデルボスケはヘススナバスとペドロの両ウィングを投入し、スクランブルでサイドアタックに攻撃を転じるも、スイスの守備を最後まで崩せずに痛恨のホイッスル。大本命のスペインがグループリーグ初戦から敗れる波乱の展開となるのです。この敗戦で気の早いマスコミは早速ネガティブキャンペーンを展開し、スペイン初戦で残念な結果に、いつもと同じスペイン代表、スイスの壁を破れず言葉を失うスペイン代表などと新聞には悲観的な見出しが並ぶのですが、彼ら以上にネガティブだったのが選手たちでした。守護神イケル・カシージャスは、到着してピッチに足を踏み入れた途端に負けた気分だ、また負けた、今度もダメだ、どうせベスト8止まりだってと悲観的なコメントを展開。そんな中、彼らの巧妙となったのが、代表にスポーツディレクターとして入閣していたフェルナンド・イエロでした。イエロはマスコミに対し、皆さん、スペイン代表は今回必ず優勝する、皆さんは我々と同じ船に乗って一緒に漕ぐか、何もしないからと述べると、翌日の記者会見でデルボスケが登場した際に記者全員が拍手で迎えるのですが、その中でデルボスケも、選手の批判はやめてほしい、結果に責任があるのは自分だと覚悟を表明し、マスコミにスペイン国民として一丸となって戦うことを求めたのです。そして2戦目のホンジュラス戦を2対0で制したラロハは、グループリーグ最終戦のチリ戦を前に選手がスーツケースを持参してスタジアムに向かうのですが、これは負けたら空港へ直行という強烈な意思表示でもありました。背水の陣で挑んだチリとの試合に2対1で勝利し、選手たちは安堵の気持ちを表していたことから、不安と葛藤の中で戦っていたことが分かりますね。そして決勝トーナメント初戦でポルトガルと対戦すると、終始主導権を握ったスペインが63分に挙げたビシャのゴールにより1対0で勝利。続く準々決勝のパラグアイ戦では、49分に与えた PK をゴールキーパーカシージャスが完璧に読み切ってストップしますが、この PK ストップには相手選手を分析した控えゴールキーパーのホセ・マヌエル・レイナがカシージャスに助言していたようで、試合後にカシージャスは、ペペ・レイナがカルド・ソットを対戦した時に左手に強い PK を蹴ってきたと教えてくれた、彼のアドバイスが物を言ったよと明かしています。すると83分、中央を突破したイニエスタが右のセスクへパスを送り、セスクのシュートはポストを直撃するも、ボールはビジャの元へ収まり、しっかり決めて決勝ゴール。スペインはついに鬼門とされたワールドカップベスト8の壁を突破し、準決勝進出を決めた歴史的な日を勝ち取るのでした。準々決勝止まりの呪縛から研ぎ放たれたスペインでしたが、準決勝で立ちはだかった壁こそ、イングランドに4対1、アルゼンチンに4対0で勝ち上がってきた強豪ドイツでした。デルボスケはこの試合でパラグアイ戦の 4-4-2 から 4-5-1 へ戦術変更を行い、中盤の左にペドロ・ロドリゲスを起用、かつてスペインが重視したウィングタイプの選手を配置します。そんなペドロが攻守に躍動すると、ピッチに奥行きができてスペースが空いたため、攻撃に厚みが生まれ、いわばティキタカとサイドアタックが連動した攻撃でドイツを圧倒します。それでも前半を0対0で折り返すと、ハーフタイムでプジョルが激高しながらシャビに、気がついたか、ペナルティエリアに運んだらゴールだ、俺ならできる、あの辺はマークが厳しいけど相手は立っているだけだ、後ろに回り込んでいいボールが来たらゴールだと発言し、そこでシャビはデルボスケに確認して許可を得ると、うんざりしながら、もう何でもいい、後半最初のコーナーキックでそうする、ペナルティエリアに蹴ると話したそうです。すると73分、左コーナーキックのチャンスを得たシャビが蹴ったボールはファーサイドへ、これをピケがヘディングで狙うんですが、ピケを飛び越えて野獣のように豪快なヘッドを決めたのがプジョルでした。アナウンサーが絶叫したこのシュートが決勝点となり、試合は1対0でスペインが勝利。シャビは試合後、プジョルに言った通りになったろうと言われたよと笑顔で話すのと、ラロハはその実力を十分に発揮し、最高のボルテージで決勝戦を迎えるのでした。そして迎えた2010年7月11日、ヨハネスブルクのサッカーシティスタジアムで行われたオランダとの決勝戦は、8万4500人の大観衆が訪れるのですが、いずれも勝てば初優勝で8カ国目となるワールドカップ優勝国となることが約束されていました。この試合はゴールキーパーカシージャス、ディフェンスはセルヒオ・ラモス、ピケ、プジョル、ジョアン・カブデビラ、ミッドフィルダーにブスケスとシャビ・アロンソ、イニエスタ、シャビ・ペドロ、ワントップにビジャというスタメンが告げられると、デルボスケは、楽しんでこい、人生に一度きりの決勝戦だ、その機会を生かして国民の期待に応えられるような試合をしよう、世界の終わりじゃない、たかがサッカーだ、そう思えとプレッシャーを取り除こうとする発言の一方、でもこの機会を逃したら一生後悔すると短いながらも選手を奮い立たせるスピーチを行うのでした。試合は序盤から激しい接触の応酬となり、30分までに両チームで5枚のカードが出る荒れた試合になり、ややスペインが優勢ながら、オランダもアリエル・ロッペンが1対1のチャンスを作るなどしながら一進一退のまま延長戦に突入、スコアレスのまま試合が進み、誰もが PK 戦を覚悟し始めていました。すると116分、ヘッス・ナバスのサイ
ド突破からイニエスタのヒールパス、セスク、ナバス、トーレスとつながり、トーレスのクロスは一旦阻まれるもこぼれ球を拾ったセスクがパスを出したのが、なぜそこにいたとチームメートが驚いたイニエスタでした。彼らしからのトラップミスもお構いなく、45度の角度から放ったシュートは無回転の軌道でオランダゴールキーパーの手をわずかにかすめゴールへズドン。イニエスタは喜びのあまりユニフォームを脱ぐと、アンダーウェアにはダニ・ハルケはいつも我々と共にという手書きの文字が書かれていました。これは元スペイン代表で前年8月に26歳で急死した親友ダニエル・ハルケに捧げたメッセージであり、イニエスタは最高の瞬間を彼と共に共有するのでした。結局これが決勝点となり試合は終了。スペインは悲願のワールドカップ初優勝を遂げ、新たな歴史の1ページを加えたのです。その原動力となったデルボスケは奇策を好まず、優等生的な采配が特徴でしたが、だからこそ多くの起こり得る状況を想定し、その対処法を多く用意する指揮官であり、その実現は素晴らしい選手たちがいれば可能なことを証明したのでした。元々のスタイルを熟成させつつ、それを補完する要素も加えることでリスクマネジメントを行って結果につなげる。今回のスペインはデルボスケならではの勝者の哲学を着実に実行したからこそ頂点へたどり着いたのかもしれませんね。強い者が勝つのではない、勝った者が強いのだ。そんな格言を遂行したラロハとデルボスケはさらなる高みを目指し前へ進むことになるのです。ワールドカップ優勝でスペイン国王から公爵の称号を贈られたデルボスケですが、彼とスペイン代表に課せられた次の目標は史上初となるユーロ連覇でした。スペインはユーロ2012の予選を難なくクリアすると、グループリーグでイタリア、アイルランド、クロアチアと同居しますが、今大会は全体的にポジションサッカーが目立ち、前回大会のスペインの影響力を改めて知ることになったのでした。そんな中スペインには課題が2つあったとされ、それが負傷で選考外となったプジョルとビジャの穴埋めでした。様々な意見が飛び交う中、デルボスケはセンターバックにワールドカップで右サイドバックを務めていたセルヒオ・ラモスを起用するのですが、ビジャの定位置だったセンターフォワードには本職のトーレスやジョレンテ、アルバロ・ネグレドではなく本来はミッドフィルダーのセスクを起用し、事実上のゼロトップで初戦のイタリア戦を迎えたのです。試合はイタリアのアントリオ・ディナターレに先制を許すも、わずか3分後にセスクが決めて試合はドローとなりますが、この試合のゼロトップ戦術はデルボスケらしからぬ奇策として話題になりました。しかし続くアイルランド戦はセンターフォワードに本職のトーレスを起用し、自力に勝るスペインが4対0で圧倒。第3戦のクロアチア戦は引き分けでもグループリーグ突破となる中、ナバスのゴールで1対0と勝利しますが、スクアレが目立った試合内容は必ずしも盤石ではなく、デルボスケの戦術はメンバーが固定されるため、控えメンバーのモチベーションをどう保つかも鍵となったのです。そんな中スペインは準々決勝でフランスとの対戦となり、この試合でもセスクのゼロトップを採用すると、シャビアロンソローに得点で2対0と快勝したスペインが準決勝へ駒を進めます。そして準決勝の相手はポルトガルとなり、デルボスケはこの試合でセンターフォワードにネグレデを抜擢。序盤からパッシュ帯の地高に出るスペインに対し、ポルトガルは前線のクリスティアノ・ロナウドにロングボールを入れる速攻を軸にするという対照的な構図になります。しかし双方とも決定機を決めきれず、延長に入っても互いに譲らず PK 戦となり、互いに1人目が外す波乱の展開となりますが、ポルトガルは4人目が外したのに対し、スペインは4人全員成功。苦戦しながら2大会連続4回目となる決勝進出を果たすのでした。そして決勝で対戦したのは、かつてのカテナチョから脱却してパスをつなぐ攻撃サッカーで大方の予想を覆したイタリアで、ドローに終わったグループリーグの再戦から決着をつける戦いにもなったのです。そのため戦前は接戦が見込まれましたが、蓋を開ければ誰もが予想しない経過をたどるのでした。まず14分、イニエスタのスルーパスに反応し、右サイド深く侵入したセスクのクロスをダビド・シルバがヘッドで合わせて先制。さらに41分には左サイドを疾走するジョルディ・アルバにシャビがスルーパスを通すと、アルバが冷静に決めて2対0。ティキタカではなくカウンターアタックでゴールを決めたスペインに対し、前半に2点差となったイタリアに焦りの色が見えるのでした。後半に入ってもスペインの猛攻は止まらず、84分には中盤のパスカットからのスルーパスをトーレスが決めて3対0とすると、88分にはまたも中央からのスルーパスにトーレスが抜け、折り返したボールはファンマタが決めて勝負あり、4対0という思わぬ大差で試合終了のホイッスルが鳴り響くと、スペインは前人未到のユーロ連覇を果たすとともにワールドカップ制覇を挟む国際大会3連覇の偉業を成し遂げたのでした。今大会のスペインはボールを支配する割にチャンスの回数が少なく、守りのポゼッション、ボールを持ったカテナチオなどと揶揄されましたが、デルボスケはそんなイメージも決勝のインパクトで吹き飛ばしただけでなく、ゼロトップをフィットさせ、フィジカルコンディションのピークを決勝に持っていったことはさすがの一言でした。最初から連覇を目標とした逆算でプランニングしたのであれば、やはり彼らしい用意周到なマネジメントが優勝の鍵となったわけです。この圧倒的な強さなら黄金時代は当分続く、誰もがそう感じたスペインの快進撃でしたが、時の流れはその勢いを失わせ、思わぬ形で終焉を迎えることになるのです。
指揮官就任から4年を経たデルボスケは2年後のブラジルワールドカップに向けて黄金時代をさらに強固とするためにチーム強化を図るのですが、その試金石となったのがブラジルで行われたコンフェデレーションズカップでした。スペインはこの大会でもその強さを見せつけ、グループリーグでは格下のハイチを10対0で下すなど3戦全勝で首位通過。準決勝もイタリアを PK で下し、ブラジルとの決勝戦を迎えたのです。しかし PK 戦までもつれた準決勝で体力を消費したスペインは開始2分にフレッチのゴールでブラジルに先制を許すと、お家芸のティキタカは鳴りを潜め、ハイテンポとパス交換を見せるのは対戦相手のブラジル。結局この試合は44分に来季からバルセロナへの加入が決まっていた新鋭ネイマールが左足で豪快にネットを揺らすと、47分にはフレッチが自身2点目を決めてスペインを引き離し優勝を手にするのでした。一方0対3で完敗したスペインはショックが大きく、デルボスケは明らかにこの敗戦は痛いが、今大会についてはポジティブに考えたい、我々はハイレベルのサッカーができるチームだし素晴らしいクオリティの選手もいる、ただ負けたということは何かを変える必要があるだろうと淡々と語り、一抹の不安を感じさせますが、翌年のブラジルワールドカップは依然として優勝候補の筆頭格であり、選手たちはこの大舞台で自分たちの強さを改めて世界に証明することを誓うのでした。この大会のスペインはグループリーグでオランダ、チリ、オーストラリアと同じ B 組に入ると、初戦で前回の決勝戦と同カードとなったオランダを迎えたのですが、試合はシャビアロンソの PK でスペインが先制するも、44分にはダイビングヘッドで宙を舞うロビン・ファンペルシーの姿があまりにも象徴的な同点ゴールで後半を迎えたのですが、その後もこの試合をテレビ観戦していた私の前で繰り広げられたのは信じられない光景でした。ロッベンが左足で強烈にゴールを奪えば、フリーキックからステファン・デフライがポストにぶつかりながらゴールを決め、ゴールキーパーカシージャスのトラップミスをかっさらったファンペルシーがゴールへ流し込み、ロッベンがカシージャスをもてあそんでネットを揺らす。その結果スコアは1対5。衝撃の敗戦を喫したスペインは第2戦もチリを相手に0対2でまさかの敗戦を喫し、3戦目のオーストラリア戦こそ完勝しましたが、前回王者がまさかのグループリーグ敗退、失意のうちにブラジルを後にするのでした。この敗戦はもちろんスペインを研究し尽くしたオランダやチリの努力が大きく、例えばオランダの名将ルイ・ファンハールはスペインの3トップに対して3バックでマンマークを支持するのですが、これは数的同数の3対3、つまりカバーする選手がいない覚悟の戦術にもかかわらずオランダディフェンス陣が見事に決行。スペースの有効活用が鍵となるティキタカでは常に敵が張り付いた味方にパスを出すことは難しく、フィットしないジエゴ・コスタにこだわったデルボスケ采配も疑問視されましたが、彼はこれまでの実績への評価もあり指揮官を留任、新たな栄冠に向けて采配を振るうことになりました。しかしその後は3連覇をかけたユーロ2016の決勝トーナメント1回戦でイタリアに敗北すると、16年6月30日にデルボスケ自ら辞意を表明、黄金時代を築いた8年間のスペイン代表指揮官に別れを告げるのでした。老将アラゴネスのスペイン革命とそれを継承して黄金時代を築いた名将デルボスケ、2人の名指揮官の下で育まれたラロハはティキタカという前衛的な戦術で時代を築きましたが、近年はティキタカだけで勝つことは難しく、加えて攻守の組織力向上と高校のインテンシティ、運動量を増やすことが求められています。スペインサッカーには優秀なクラブと優秀な育成がある、我々の時代が終わることはない。イタリア戦の敗戦後デルボスケがこう話したように、現在も才能あふれる選手が生まれていますから、彼らの活躍で再びスペインに黄金時代が到来することを期待して物語を終えたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございます。今回はラロハことスペイン代表がユーロ2008、2010ワールドカップ、ユーロ2012と国際大会3連覇の偉大な成績を収めた最強世代について語ってきましたが、いかがでしたか？前人未到の実績を残したこの世代の代表メンバーは、シャビやイネスタといったクラックがいるものの、バロンドーラーがいません。これは裏を返せば、ティキタカというパス中心の戦術によって、個人よりもチームとしての強さを証明してきた時代だったのかもしれませんね。もちろん一人一人がハイレベルである必要がありますが、この世代のスペイン代表はフィジカル的な優位性を持たないスペイン人が技術と組織力で世界を席巻し一時代を築いた歴史であり、私たち日本人にも学ぶべきところがあるのではないでしょうか。復権を目指す彼らの躍進に心を躍らせながら、その戦いぶりを満喫したいと思います。クラックフットボールではこれからもスペイン代表、そして各国の代表チームの歴史について取り上げていければと思いますので、面白いと思われた方はチャンネル登録と今後の動画もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。